26歳女夫がハゲてきてる <laughs> どんな自己 PR だよこれ <laughs> かけるわああこん,こんばんはこんばんは <laughs> どうもど,どうもラダ,ラダオですあーどうも伊豆水と申しますあーどうもえ旦那さんがハゲてるんですか ハゲてきてますね。ええー、<laughs> おいくつですか旦那さん？えーっと三十一？おお、八十一か。<laughs> あの二十代半ば後半くらいからちょっと頭頂部が危うくて。<laughs> <laughs> えてっぺんから来るタイありゃあ、ていうか、かわいそう、やめてよ、かわいそうだと思わないんですか、<laughs> こんな、<や>安心で言って。いやで,も <laughs> いやでも結構、私的にはネタにしてて。ああ、旦那さんもネタになってるの自分からさらすタイプ、ハゲを。 さらしてはないんですけどしてはない。なんかハゲ家庭のサラブレットって言ってて。<laughs> <laughs> あの、夫のお父さん、おじいちゃんはなんかそのツルツルで。ああ。おじいちゃんから来るって言うよね,ね。言いますね。なんかもう。ハゲる運命にあるというか。俺もおじいちゃんハゲてんだよね。え、ヤバいじゃないですか。ヤベえ。え、31? 31で半ばくらいから来て,て <laughs> やべえ怖えよあのい私の方が気にして育毛剤とかんかハゲに良さそうな情報とかを提供してたんですけど。何でなんですか何 <laughs> か30過ぎてから自分でもなんかやばいみたいな感じでなんかやっと気づいてあ<ー>。なんか最近頑張ってなんかケアしてるっぽいケアしてる <laughs> え。何するのケアって。<laughs> えなんか ちゃんとかなんかお風呂から上がったときは、なんかドライヤーかけた方がいいよとか言ってたんですけど、<ー>全部スルーされてて、あ<ー>最近本当にやばくなり始めたりと<ー>かやった、や <laughs> 乾かし始めたりとか、なんか激しく、えー、やだな、31か。<laughs> でもよかったです、よかったな、旦那さんは、もう結婚してればさ、よくないですか ハゲって手元で言うか、なんだ別にハゲだから嫌いになるわけじゃないやん。そうですね。ハゲ以外のとハゲも含めて好きなんでしょ、旦那さん。いやまあそれハゲってない方が良かった、やっぱり。ハゲってない方が良かった。ああ。まあまあ、しょうがないです。しょうがないですよ、ハゲは。ファーストコンタクト、ハゲがやばいですね。ファーストコンタクト、ハゲは、 ちょっとあれやん、お付き合い分からんや、ね <laughs> うん。で<も>今まだふ,、うん、ふさふさの時に合ってるんで、うんあそんな。だからよかった。でもハゲはさ、遺伝やん、ほぼ。そ,そうですね。ハゲ、デブ、デブよりいいやん。あ、うーん、うん、えぇ、ー、うね、違うこれ <laughs> で。デブはさ、なんかもう自分のさ、せいじゃん、ほぼ。あ、なんか生活してる。まあ、デブも遺伝あるのかもしれんけど、ハゲはもう、 運命じゃん運命のハゲ <laughs> 運命のハゲやば定められたハゲですねめっちゃおもろいやんあなたのチャットが一番だったんだけどさえー、そうなんですかビビったよね26歳女夫がハゲてきてるって <laughs> この人形だけ送られてきか,けかけちゃったよな思わず はい、まあ、じゃあ、そんな夫も引き続き愛してあげてください。はい、頑張って、愛していいい。<laughs> 頑張って。<laughs> はい、じゃあ、またどうぞよろしく。はい、ありがとうございました。はい、お邪魔しました。<laughs> は,いはい。17歳、現役 JK です。最近恋愛がうまくいってなくて相談のってほしいです。はい。絶対、これ、おっさんなんだよね。<お>はい、もしもし。 あもしもしこんばんは17歳の現役 JK ですかちょっと待ってくださいあそれ妹ですねちょっと妹にんできますおい妹 <laughs> わ <laughs> ちょっといいわ怖い怖いわ <laughs> もう一度チャンスをくれってきたはい ちょっとあの真面目な相談があって。はいはい。あの、私、ちょっと生まれて、この方、と恋愛っていうのを経験したことがなくて。え何じゃあ恋愛あ。恋愛ね。ラブラブ,ラブ<笑><笑>あ。ラブを経験したことがない。そう,そうそうそう。はい、だからやっぱ、やっぱ、ラッターさんは、ほら綺麗な奥さんがいて、うん、やっぱ幸せな生活を送ってるわけじゃないですか。うんだから、どうしたらそんな風になれるかっていう。 金持ちで、高身長で、イケメンで、イケボの、うん、ラッターさんのような人は、どうやって見つけたらいいのかっていうのをちょっと知りたいんですよ。あー,あー、まあそうだけど、え、身近な人で、お兄ちゃんとかには聞かないのあ、ちょっとお、<laughs> ちょっとお兄ちゃん、ちょっと、お兄ちゃん、聞きますね。<laughs> 今、絶対、いたよね、お兄ちゃん。あ、もし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 ,もし。はい。ちょっとね、妹はれ、ね、ちょっとね。うん ちょっとやっぱりやっぱなんだろうラッターさんのような人にはやっぱもったいないんですよ、妹。<laughs> あ,あ、あ話早いね。い妹の相談も、もう承知してるんだ。<laughs> ちょっときょうだいなんで、一心で一心。ね、う <laughs> <laughs> そうなんだ。じゃあ、お兄ちゃん、恋愛経験ないのいやちょっとあの、まあやっぱ妹なんで、関係ないじゃないですか、僕。え、どういうこと妹なんで ちょっと妹はちょっと僕の恋愛経験はちょっと関係ないんでちょっとやめてもらって本当にえだから相談相手になってあげないよ妹のちょっとあれじゃないですかやっぱちょっとレベルが違うというかレベルが違うってどういうことやっぱもうドブ,ドブをさらって生きてる人間なんであお兄ちゃんはお兄ちゃんはああそうなんだドブの中からいかに綺麗な綺麗いなせ清流のようなところに住めるザリガニを探してる探してるような人間なんでえどういうこと すぐ綺麗なシンボを探してっておっちにいる中でああそういう仕事をしてるのわない <laughs> ああそうなんだそうなんですよ、えー、じゃあ妹にあのじあの教えてあげるからもう一回変わってあオッケーすちょっときますあもしもし <laughs> あっもしもしもし,もしちょっとお兄ちゃん仲いい <laughs> お兄ちゃん 仲いいと思いますよお兄ちゃん何やってるか知ってる <laughs> お兄ちゃんって何かやってるんですか家でいつもなんかマイクの前に一人でブツブツ喋ってるんですけど何かやってるんですかあ<ー>あーえなんかザリガニ食べてるらしいけど <laughs> <laughs> えそうなんです、うん、今度からちょっとザリガニはちょっとやめた方がいいと思うんでちょっとちゃんと注意しておきますね。うん、ありがとうございます。はい。 じゃあまたまた今度相談持ってくださいねはいじゃあさよならーさよなら <laughs> 切られたんいろんな兄弟がいるんだなあの妹から切られたけどなんだ相談よかったのかな <laughs> うん ちゃんと答えようと思ったのに。もしもし。もしもし。人生崖っぷちですかマジでやばいんだ。今、もう本当に。な、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 にいや、もうどていいか分かんなくて。人て言ってるんですけど。何え、もう本当にやばい、やばいんだって。何がやばいのいや、本当にもう、人生崖っぷちだから。え、ま、け、な、何、学生今。いや、学生じゃないですよ。 えー、19歳で学生ではないってことは世間、えー、一,一旦で言われるのは二郎ですね。ああ、さっき一郎の人をスルーしたあげく、はい、二郎の人に。二ゃった。え<ル> <laughs>、笑ってないよ。笑ってない。えー、に笑っちゃダメだよ、みんな。やばいってど。どうすんの本当にどうしようもないですよ、今。どうしようもないことないでしょ、別に。えー、だって本当に。どうすればいいですか、逆に。えー 何したいのえ何したいのかはあんまないんですけどえそこがあかんやん、だっては、まあ、そうですね実家暮らしですよね、じゃあ実家暮らしです何て言われんの親に親いないんですよ <laughs> いやすいません <laughs> 本当にそれとかもいろいろあって、はい、今のこの現状なんですけどと,というと,いやと高校生の時に ですあの本当に受験期ですの、ね、で、はいはい、その時に、まあ、ちょっと、まあ、自分の中で嫌なことがありまして、はい、悲しいことがありまして、はい、そこからもなんかいろいろとやる気が失せちゃいまして、うん、でまあ浪,浪人しましたと一郎、はい、でまあそこもまた失敗して今,こと今に至るんですけど。 うーん。<laughs> ちょっと、あの、楽しい話かなと思って。楽しい話ではないということで。<laughs> ないです、すいません。そうですね。いやいや、全然いいんですよ。今日は、そういう配信だから。はい。そうですね。どうしたいって、どうしたいもうわかんないっていうのは。えぇ、ー、え、じゃあ、YouTuber とか あーちょっといいですね。いいっすね。<laughs> そんな簡単にやっていいものだと思いますかえそんな簡単にはやっていいでしょ、別に。あーうん、<laughs> 別にやるのは簡単じゃん、まあ。そうですね、機材さえあれば。機材あー、パソコンあるんでしょだって。パソコン、はい。みんなあんたってできるやん、じゃゃ一日のスケジュール教えてる、じゃ 今ですかうん。なんで今,今日だと、今日は、えっと、3時ぐらいに寝たんですよ、深夜の。三時、あ、深夜の。昨日の、日のは日、はい。で、なんか2時間ぐらいして起きちゃって、はいでそっからずっとポケモンやってて、はい。本当にもう8時ぐらいまで,です、さっきまで、このなんか配信が始まる前までやってて。え朝の5時から8時 <laughs> 夜の8時まで はい、<laughs> 今日は <laughs> で最近もう当そんな感じなんですよそれはやばいねでもほんにここの4月から、うん、もう今までなんて毎日ずっとエーペックスでやってて <laughs> 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 もどうにってもなれみたいな感じでいやーでも19でしょ <laughs> はい19なんて何だってできるよ今年20ですよいけるよまだ全然20だよ でも,でも終わってるんじゃないかな。いや待って、だって人生80歳まであるとしたらまだ4分の1だよ。<laughs> でも,もう4分の1ですよ。でも別に何だってできるやん。働く気さえあれば別に何だってできるくない働く気が。<laughs> 働く気を起こしなさい、じゃあ。就職しろとかって言われるんですけど、ね、やっぱりそれもなんか、<laughs> このご時世ですし。あ、まあ、ご時世はしょうがないとして、じゃああれだね。じゃあ分かったわ。生活習慣まず直そう。 もうです、ね、はいああ生活習慣を直すだけで <laughs> <あ>多分ね前向きになりますよはい、あ、だってさ3時に寝て5時に起きるってその時点でもうなんかおかしくなってるやんや自律神経的にはぐらいしか寝てないんでほら,らめっちゃ寝ちゃうんですよ、はい、普段えもう目覚ましよなんかもう眠くて何もやる気起きなくてえダメダメダメ甘い甘い甘い,甘い,甘い 本当にもう,もう俺。俺と同じ生活しようじゃん。0時就寝生時起き。え、でも、エーペックスやる時間なくなっちゃうんですけど。いや、別にだって昼やりゃいいやん。<laughs> あ、そっか。でとポケモンは上、上達。いやいや、ポケモンも別にできるだろ。<laughs> 7時間寝て、だって残りの何時間残りの17時間,17時間できるじゃん。 足りないと。足りない。いやいや、うるさうるさい、うるさ <laughs> <laughs> ダメだって。20だよ。20なんて、俺戻りたいからな。ね、ど,うどうしよう。<laughs> いや、いやでもい、いけるよ、まだ。え、もう、もう何受験とかはしないのいや、でもう、したくないっす、ね、あー、受験もしたくないし、働きもしたくない。 だけもしたくないだから <laughs> いもういっぱいいるんやろな、こういう人って。いっぱい変わっていったほうがいいですかねいや、もちろん。や <laughs> って人並みの幸せな人生を送りたくないんですか送りたいですよ。もうその最その夢ばっか見る。<laughs> 夜夜寝ると、だいたいなんか人生のことでみたいな。だから、も思い越しちゃもうもうしあげなきゃいけんねん、そろそろじゃあ。そろそろ、ね、なあ はい。はい何ぞ <laughs> ほんまに。もう酒入ってっから切れちまったわ。<laughs> あともう一つなんですけど、はい、最近ですね、はいあのコスメをちょっといいやつ買ってるんですよ。コスメ化粧品。パー、はあ。スキンケアを始めて、ははい、はい始めたんですけど、全然肌が綺麗にならないんですよ。 おすすめ？化粧水？スキンケアですね。スキンケア、ケア男性用スキンケア。そうですね、まあそんな感じ。ああ。で、<ー>買って、<ー>月一万いくら払って、いや使ってるんですけど。めっちゃ百八十度話変わったね。<laughs> 全然肌きれいにならない。突然スキンケアの話来るとは思わなかったよ。<laughs> え、ラッタさんやってないですかやってますよ、僕もお風呂上がり。はい。 え全然肌きれいにならないんですけどあ生活習慣だねそれはあ生活習慣か <laughs> <laughs> 全部見直してほう <laughs> がいいんですね見直しなさいわかりましたはいありがとうございましたほんとにー <laughs> 切れしまったな ダメだよ、みんな。ラッティリスナーなら、ちゃんと太陽の光に当たって。<laughs> 俺の配信リズムは健康的なはずだぜ、みんな。0時前に終わるんだよ、俺の配信。すごくないですかあ。ちゃんと寝れるぞ、夜。